こんにちは日本語教師のゆきえです今日は N3 の文法どんなになになにいくらなになにでもでもを勉強しましょうそれでは始めますどんなに考えてもわからない

いくら食べてもお腹いっぱいにならない。いくら食べてもお腹いっぱいにならない。では、使い方、意味の確認をしていきます。まず、接続です。動詞のて形。い、形容詞、く、て、も。 なげしでも名詞でもです。意味は、たくさん何々でも結果は変わらない。たくさん何々でも結果は変わらないという意味です。どんなにという言葉は、 程度を表す言葉です。どんなにというのは程度を表す言葉です。大きい、小さい、広い、狭いたくさん、少ないこういうのが程度です。どんなには程度を表す言葉です。 いくらは回数を表します。回数を表します。でも、いくらも程度を表すこともできます。ですから、いくらの方が幅広く使うことができます。どんなには程度、いくらは回数。 程度ですどちらを使っても自然に聞こえますのでどちらを使っても大丈夫ですが細かいことを言うとどんなには程度いくらは回数程度を表しますさあでは例文です どんなに探しても Wi-Fi が見つからない。どんなに探しても Wi-Fi が見つからない。この男の人は何時間もたくさん Wi-Fi を探しました。何時間もたくさん Wi-Fi を探しました。でもありません。Wi-Fi が見つかりません。 たくさん Wi-Fi を探しました。でも見つかりません。どんなに探しても Wi-Fi が見つからない。どんなに寝ても眠い。どんなに寝ても眠い。この人は何時間もたくさん寝ました。何時間も たくさん寝ました普通なら何時間も寝たら眠くないですね、普通なら何時間もたくさん寝たらもう眠くないですでも眠いです、ね、どんなにたくさん寝ても眠いと言いたいときにどんなに寝ても眠い いくら話しても信じてもらえない。いいくらら話しててもも信じてもらえない、ね、例えば、昨日 UFO を見たよとか、昨日宇宙人見たよなどね話しても、いくら話しても信じてもらえない。何回も話しました。 何回も話しました。でも、何回か話していたら、そんなに話すなら本当なんだねと信じてもらえることがありますね。まあ、ね本当だよ。本当に昨日、UFO を見たんだよ。ね、ああじゃあ、そんなに話すなら本当なんだねとね信じてもらえることがありますが、まあ な何回話をしても信じてもらえません。何回 UFO 見たんだよ、宇宙人見たんだよと話をしてもそれでも信じてもらえません。いくら話しても信じてもらえない。この映画はいくら見ても感動する。この映画は いくら見ても感動するこの映画を何回も見ましたこの映画を何回も見ました何回も見ていると話がわかっているので普通は感動しなくなってきます何回も見ていると話がわかっているので 普通は感動しなくなってきます。でもこの映画は5回10回たくさん見ても感動します。この映画はいくら見ても感動する。私は欲しいものがあったらどんなに高くても買いますよ。 私は欲しいものがあったらどんなに高くても買いますよ。どんなにかっこよくても性格が悪かったら付き合いたくないよね。どんなにかっこよくても性格が悪かったら付き合いたくないよね。どんなに暇でも。 ずっとゴロゴロするのはやめなさい。どんなに暇でもずっとゴロゴロするのはやめなさい。いくら頼まれてもお金は貸せないよ。 いくら書いても、レポートが終わらない。いくら書いても、レポートが終わらない。いくらしつけても、なかなか言うことを聞かない。いくらしつけても、なかなか言うことを聞かない。 いくら考えてもこの資料の意味がわからない。いいくらら考えてもこのの資料の意味がわからないさあ、それでは練習をしてみましょう。どんなに何々、彼女は答えてくれない。いくら何々、私は諦めない。 どんなに練習しても何々いくら喧嘩しても何々さあ何が入りますか確認をしてみましょう答えは一つではありません今から言うのは答えの例ですもし皆さんが何か答えを考えてみたら コメント欄に書いてみてください。後で私がチェックをしますさあ。それでは答えの例を見ていきましょう。どんなに聞いても彼女は答えてくれない。どんなに聞いても彼女は答えてくれない。いくら失敗しても私は諦めない。いくら失敗しても 私は諦めないどんなに練習しても上手にならないどんなに練習しても上手にならないいくら喧嘩しても彼女のことが大好きだいくら喧嘩しても彼女のことが大好きだはいいかがでしたか 今日も最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録をお願いします。